クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん謎をめき。花の天カス学園、クレヨンしんちゃん謎をめき。花の天カス学園は2021年7月30日に公開された日本のアニメーション映画でクレヨンしんちゃん劇場映画29作目である。キャッチコピーは青春は汗と涙とミステリー青春の答えは一つじゃない。 本格学園ミステリーが主題となっており、当シリーズとしては、初の学園を舞台に探偵をテーマにした作品で、ミステリー要素も含まれている。爆クサカンフーボーイズへしゃげメンタイラン以来のカス壁カ、防衛隊がメインとなる作品である。また、長空、嵐を呼ぶオラの花嫁以来となる新之助を除いた、野原一家が、本編に一切関わっていない作品となった。 監督の高橋は、大人でも子供でもない不安定な中学生たちに、新之助が関わればどうなるかという思いで気軽に作り始め、それが、青春学園ミステリーという未踏のジャンルに挑むことになったという胸のコメントをした。爆クサカンフーボーイズヘシャゲメンタイランと同じく、高橋渡が監督を、上野きみ子が脚本を担当。2021年2月4日、 声の特別出演として、中里江社は、天組ギャルのアゲハ役、フワちゃんは、カスクミの天才ユーチューバーの本人役、チョコレートプラネットの長田翔平と、松尾俊はそれぞれカスクミの不良養々役、給食袋に起用が決定した。2021年1月に、マカロニ鉛筆の、走り書きが起用されることが発表され、3月6日、 放送文のテレビシリーズよりエンディング主題歌として起用された。またアーティスト名の鉛筆にちなみ、マカロニ鉛筆が登場した、鉛筆しんちゃんの最新作が月刊漫画タウン5月号に掲載された。この話は4月24日放送文でアニメ化されることも発表されており、単行本化前の話が掲載からわずか数週間でアニメ化されるという異例の事態となった。ただし、 原作とアニメで違う点がいくつかある。2020年12月25日にて水に濡れるとカスカベ防衛隊の絵柄が浮き出るハンカチ、汗と涙を拭けば青春はミステリー。ハンカチを全国合計7万5000枚限定で発売開始した。当初は2021年4月23日公開予定とされていたが、 昨年と同様に2019新型コロナウイルスの影響で公開日の前日に延期することを発表。6月26日に公開日が7月30日に決定したことを発表。夏休み期間での公開はアクション仮面 VS ハイグレマ王以来約28年ぶりとなった。本作は近年のクレヨンしんちゃんの映画の中でもかなり高く評価されており、 本格学園ミステリーの完成度や、面白さ、多様性や青春等を肯定したストーリー展開等が例として挙げられる。3月6日、3月13日、3月20日、3月27日放送会において、おばか初めて物語原始時代編を全4話放映。 4月10日4月17日4月24日5月1日放送会では、私立探偵、新之助の事件ファイルを全4話放映。7月10日7月17日放送会では、春日部少年探偵者だぞを2話再放映した。9月4日には、映画内で原作からセリフが引用された、オラの心はエリートだぞを再放映した。全寮制の超エリート校、私立天下統一。 カスカベ学園通称、天カス学園に一週間体験入学することとなった、新之助たち。入学を目指していた風間は、足を引っ張る新之助との大喧嘩の末に、寮から飛び出してしまった。探しに出たところ、壊れた、時計塔の中でお尻に、髪跡がある状態で倒れているところを発見された。翌朝に目を覚ましたものの究極のおバカに、変貌していた。学園で似た、 怪事件が多発していたこともあり、新之助たちはカスカベ探偵クラブを結成。新之助たちが名推理の末に見つけたものとは、バンダイはチョコビの新フレーバー、青春のレモン味を期間限定で3月8日から発売し、同梱のシールは全20種類でそのうち9種類はキャラクターシール、残りの11種類は世界の生き物コスプレシールとである。 エースコックは3月初旬よりワンタン麺、わかめラーメンに当作とコラボレーションした期間限定パッケージを発売し、爆作館、カンフーボーイズヘシャゲメンタイラン以来3年ぶりのコラボとなる。4月19日からテレビ CM 映画クレシン21コラボロゴペーンを関西エリア限定で放送開始した。CM の企画意図と経緯はワンタン,ンのを多く活用し、 その合間に、当作の映像を使用することでコラボを強め、早く食べたい。のナレーションも使用することでカスカベ防衛隊が、ワンタン麺を食べたいような演出にしている。すきヤは4月7日より、焼きそば牛丼、焼きそば牛丼をォムカレーミックスの販売を開始し、焼きそば牛丼は、バカ、馬、B 級グルメサバイバル。とのタイアップ以来8年ぶりの販売となる。 スクラップは4月23日より、リアル脱出ゲーム、双葉幼稚園改造計画からの脱出を全国7都市で順次開催し、当シリーズによるリアル脱出ゲームは初となる。ローソンエンタテインメントは4月29日より、当作の公開記念に伴い全国6カ所にある HMV ミュージアムにて、特別企画展、オラシンスケフェスティバルを開催する。 音楽にスポットを当て、TV アニメ、映画主題歌をいろいろな形で取り上げ、TV アニメ放送開始から現在までの主題歌年表やオープニング映像と貴重な絵コンで歴代映画の場面写しと一緒に振り返る、懐かしい予告映像、映画主題歌を歌った人気アーティストたちと、しんちゃんのコラボレーションイラストを展示する。ありがとうございます。